おお誕生日会を月に一度行っております従業員の7割が女性でして、産休・育休後に復帰した人間もおります従業員、部署関係なく、全員が仲のいいところは、やっぱりすごい魅力的なところだとは思いますね。企業と学生が作る未来に今週は人材派遣のアスタッフから、奥西桃子さん。 三谷幸太さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願い,いします。いいます奥西さんは入社三年目、はい、三谷さんは二年目とお若いお二人ですが、三谷さん改めましてアスタッフについて教えてください。はい、アスタッフは兵庫県を中心に神戸、姫路、大阪など人材を求める企業と求職者のマッチングを行う会社となっております。奥西さん、はい、今社会的に人手不足と。 言われていますけれども、はい、やはりいろいろな業界から依頼は来ていますかそうですね、とアスタ a フは製造・物流業界から依頼が増加しておりまして、5年連続、毎年、115%以上の成長をしております、うん、そうした急成長を遂げるアスタフ人手不足をやって逆境を逆手にとって成長を続けています、はい、社員の平均年齢も若く、活気のある会社だと伺いました。三谷さんははい社員の平均年齢は29歳ですね あとは明るく若手も積極的に挑戦できる社風も魅力の一つだと思われます、うん、奥西さん、はい、従業員の中には女性の方も多いんですよねそうですねアルバイトの方を含めると従業員の7割が女性でして産休、うん、育休後に復帰した人間もおりますそうしたサポートは女性としても嬉しいですよねはい嬉しいです 伺ったんですがはいそうですねアスタッフは社員を大切にする社風がありまして例えば社長自らが選んだプレゼントが誕生月の社員一人一人に手渡しされるというようなお誕生日会を月に一度行っております、うん、それは嬉しいですよね嬉しいですね小西さんは具体的に何をもらったんですか私は化粧品をもらいました化粧品はい。三谷さんは はい私は今、着けているこのネクタイをいただきました、はい、素敵な濃紺のおネクタイですよね、はい、本当に社長が一人一人と向き合ってくれる、はい、そういった雰囲気を感じますすそうですね三谷さん、はい、2> 今2年目ということですが、はい、日々働いていて、不安や悩みもあるんじゃないですかはい、はいはい、ありますただ、そういった不安や悩みというのは、月に一度社長と、それから同期の方とお食事会をさせていただきまして、うん、その時に困っていること、気になること、助けていただきたいことなど、すべ、うん、て直接お話しできるので。 安心しててお仕事できてま,いますそうしたサポートは本当に嬉しいですよね。はいはい、改めて、こういったアスタッフの社風をお二人はどのように感じられているんでしょうか奥西さん、はい、私は食事会ではあの日頃の業務で困っていることとか自分の考えっていうのを直属の上司だけではなくって、うん、他部署のメンバーや社長に自ら直接伝えることができる、まあ、そういう風通しの良さはあのアスタッフの魅力だと考えています。か そうですね社内同士での仲の良さだけでなく従業員、部署関係なく全員が仲のいいところはやっぱりすごい魅力的なところだとは思いますね最後にお二人のビカミング、<laughs> 将来の夢を教えてください、さんはい、私はアスタッフのフファンをさらに増やしていくことです、はい、スタッフの方に次もアスタッフでお仕事を紹介してほしいって思われるには仕事の条件だけではなくって、まあ、どういう対応をしていったらいいかっていうようなことを具体的に考えて徹底していきたいと考えてます。 さんはい、かか。がでしょうかはい、えー、私は死者の責任者になりたいと思っております。うん、そのためにまだまだできることでやらないといけないこと、できないことたくさんあるので、明日からも日々精進して頑張っていきたいと思います。力強いお言葉をありがとうございます。あなたの就職活動を応援するウェブ連動番組、ビカミング。今週は人材派遣のアスタッフから、奥西桃子さん、三谷幸太さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。